皆さんこんにちは、アーリーチャンネルです。今日は友達がライブをするので行きたいと思います。イエーイ。その友達は誰って思ったね方がたくさんいると思うんですよ。まあそれはですね、秘密でといい、それは違いますね、ごめんなさい。はい、ということで今回はあのひまひまチャンネルのひまちゃんが出るライブに行ってきまーす。イエーイ。テンション爆上げなのでひまちゃんのお洋服着ちゃいました。早速、あとスカートもちなみにひまちゃんと島村のコラボのやつ着てきちゃいました。イエーイ。じゃあね、早速行きたいところなんですが、最初に花束を買いに行こうと思うので、お花屋さんに寄ってから向かいたいと思います。では行ってきまーす。こういうやつを飛ばすか。かわいい、お願いします。かわいい。ひまちゃん喜ぶかな。ね。可愛い。可愛い。可愛いね。ね。な。はい、今向かってるところですけど、やっぱり出ました。じゃがりこに手を突っ込んだまま寝ております。面白いね。運転手さん、はい。くしゃみですか。ごめんなさい、ちょっと花粉がひどくて今日、はい、ちょっと混んでますよ。はい、起きたら、起きた途端また食べてます。おうちゃん今寝てたじゃん。手に、あ、じゃがりこの中に手入れたまま寝てたよ。面白いね。で、今ね、駐車場着きました。なんか、そ、近くにあったの、駐車場が。よかったね。うん。何時からなの？6時から入れるんだけど、うん、ちょっと早めに着いたね。よかった。遅れちゃったら大変だからさ。ね。うん。どうですか？楽しみ？うん。楽しみだね、本当に。楽しみ。うん。桜が綺麗だね。ね。今ね、ついてね、向かってるところね。はい。髪の毛が。うん。じゃあ絡まってます。絡まってるね。でも取れちゃうね、巻き大丈夫？これやってもね、取れないの私は。すごいね。でも前髪の巻きは取れた。取れた。最悪巻き。てかそれよりもケープが最悪だよね。もういいです。ケープで白くなっちゃったね。もういいです。あ、本当綺麗だね。丸く、え、これも丸く、あとつけます。わかりました。はい、あ、ちょっとやめてよ。待って、グラグラ揺れてんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って、はい。せーのじゃなくてね、せーの、せーの、ほら絶対そういう椅子じゃないでしょ。危ないの、これね。行きましょうか。危ない。今並んでます。はい、はい、終わりました。すごかったね。すごかった、上手。ママ感動して涙出ちゃったし。なんか、ね、面白いね。ね。じゃあ今から花束渡すので、はい。楽しみですね。夕飯に来ました。ほらほらほら、じ
疲れと。なんとなんとなんと、じゃじゃーん。ひもちゃんちと。待ってこれ、私もこのまま今日は見てくれてありがとうございます。最高でした。いいよね。ありがとうございました。大丈夫、食べれる？おいちゃん食べれるよ。 OK。 いいね。そしてできないから、できないもんで。ちなみに痩せた方がそこにちょっと痩せた方がいらして、ちょっと痩せた方がいらして、ゼロコーラに大豆のハンバーグとか言ってるんだよ。食べられないよ。今日もそれだよ。次の誕生日ということは、次の誕生日アイスケーキ、パパ一番最後で。そうですね、その通りですね。いや、次は勝つよ。ずっと俺負けた。私もカニがダメだから。そうです。結局、あおりちゃん譲っちゃう。ありがとうございます。いつもこの辺でじゃんけんしてるから。そしてもじゃんけん強い。ありがとうございます。待ってました。いつもナンバーワン。最高です。ポッピングシャワー。ポッピングシャワーの女です。はい、ありがとうございます。次っぽさ、ポッピングシャワーとか。取らないか。はい、来ました。来ました。シェアハップします。はい。よいこらせ。よいこらせ。あ、あおりちゃんパパのやつまで取っちゃった。ごめんなさい。いいね。いい味食べるなんて、いいね。ちょっとあとパフェもあるんで。あ、それはだってここもパフェがあるんでね。はい。はい。私もあります。私もあります。まだまだ来ません。まだ、はい、そうなんです。はい、おかしいですね。何頼んだの？パスタ。あ、パスタ？え、こっちは早く来たのみたいな。ねー、美味しそう。来ました。パスタ一緒です。そうだね。はい、いただきます。おいしそう。食べたい。とりあえず上のこれを取ろう。あ、そうだ、それで、ここからガッツいっちゃう。お、いいね。結構ガチでやってたの。じゃあ私もちょっと同じところ行く。おいしそう。おいしそう。いただきます。いただきます。はい、来ました。はい、こちらもです。ここも食べてます。ここは食べません。お父さんたちはお預けだったんだよ。そうか、お預けなんだ。大したことやってないからお預けだったんだよ。そうか、めっちゃ美味しい。心から声が出て。でも、すんげえ分かりやすい。じゃあもう、あの、エンディング。エンディング。はい。ということで、はい、ひまチャンネル様、お疲れ様でした。ありがとうございました。とても良かったです。来てくれて嬉しかったです。そしてご飯も美味しかったですね。美味しかったです。食べ過ぎました。はい。はい、お腹がパンパンでございます。パンパンです。これでちょっと太りそうなんですけど、まあ、2人では結構したので、うん、実質ゼロ、実質ゼロ、四捨五入してゼロ。そうですね、はい、はい、どんだけなんかさ、数学の計算間違ってるっていう。まあでも、私たちの頭の中ではゼロカロリーなので、OK って感じです。はい、皆さん理解よろしくお願いします。はい、せーの、それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。